今生まれて初めての PCR テストを受け終わりました。どうだった？鼻の奥までグリ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 やってね。なんか辛そうだったよね。私は、うん、多分鼻炎持ちだからかな、平気ちょっと奥の方まで行ってちょっと痛いかなぐらいなんですけど、うん、大丈夫でした。そしてお値段の方は6万8000ウォン1人当たりです。で、私たちはもう明後日帰るので、エントランスと日本政府に出すやつとを1個の PCR テストで大丈夫ですみたいな感じのお話をされてました。それで今ちょっと夜遅くなってしまったので、結果が 3,4 時間後ではなく明日の朝8時になってしまうんですね。こちらの営業時間は夜の9時までです。朝の方は、まあ、日本航空の朝の便で来て普通にここまで2時間ぐらいかかるので、その時間だったらやってると思う。Seegene Medical Foundation っていうところなんですけれども、ぜひお時間のある方ですね、こちら来てみて、こちらで受けてみても良いかもしれません。値段も少し安いみたいなんでね。ぜひ参考になった方、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。